スペースランナウェイ、メガゾーン2-3、今見てもグロい、に対する、ネットの反応をお送りするよ。美少女とメカを描いていればなんとなく売れていた時代、謎のグロ要素多かった気がする。初期の OVA の売りの一つが、テレビでは見られない表現のアニメが見られることだったから、昔の OVA は地上波でできないことをする、そう、つまり洗脳いメカとグロし、あと触手とかレーザーとかミサイルの一斉とかも大好きだ。これがセクシーグロアニメの走り？イブの役やってた人の FM 番組聞いてたな。段ボール箱の内側にタブレット貼ってかぶるとガーランドのコックピット気分を味わえるらしい。ガーランド感を消すぎると言われてたけど、その後コックピットギッチギチロボは増えたな。今見てもグロい。その娘は明らかに軍事機密なのを街中で乗り回して撮影までするとか頭狂ってるからな。そりゃあ殺されるさと当時ですら思った。初仕事、終了。もともとはテレビシリーズとして企画されていたというが、それが通ったならやはりグロさとかは抑えられていたんだろうな。パート2で複数のワームメカに体を貫かれるシーンはトラウマ。俺の性癖から触手というジャンルが永遠に消えた作品。トラウマだよマジで。地球に住んでると思わせてると言いながらこの街中にある構造体の矛盾。発表された時はワクワクしたもんさ。企画が出た時はワクワクした。蓋を開けたらなんじゃこやだったけど。需要があったのかこの時代のアニメはどれも SF 要素入れてたな。モスピーダが打ち切りで予定より早く終了してさらに放送枠がなくなっちゃったので。その次に放送予定を考えていた原案の一つを OVA 企画に有用したんだよね。OVA の黎明期だしすごいも受けたろうな。バブル期の東京23区を都市型宇宙船の中に再現って設定だけでどんぶり飯3杯はいける。バブルというかバブル直前だな。バブル知らない世代は80年代全部バブル期だと思ってるからな。今が一番いい時なんじゃなかったのか80年代。全部が80年代ってわけじゃなくて公衆電話にテレビ配信機能ついてたり、未来的なものもあるのに不自然に思わないのが洗脳の成果なんだろうな。洗脳も何も生まれてからそういう世界で育てばおかしいなんて思わんだろ。吉祥寺が含まれてるのは誤差だな。23区だけだと狭いから都内全部ってのはわかるけど、電車はどうするんかな？税がペイン方式？外国にだって行けるんだどうとでもなる。見終わるととりあえず早朝人気のない時間帯の渋谷スクランブル交差点に行きたくなったアニメ。一番いい時代。実名店出して大丈夫だったのかな。マックと提携していたから問題ない。当時のマックでメガゾーンの宣伝ポスター貼ってあった店もあるはず。もうあの街並みはほとんど見られないよね。変わった街並みなくなった企業と、本当に潰れてしまった。パート1はバストアップシーンが意外と多い。このカットの作画はあんのだっけ？アニメ界の期待の若手が揃ってたしそりゃいいもの作れる。パート1とパート2で絵が変わりすぎ、この頃はこういうの OK だったの？パート2の変化に俺はついていけなかった。もはや別人。パート2に出てきたバドワイザー缶のデザインが一番ときめく今のは全然グッとこない。パート2は画風の激変というハードルさえ乗り越えられれば。パート1からの続きものとしては最高なんだけどな。クライマックスのショーゴと BD のやりとり、そしてイブの歌が流れる中で、メガゾーン2-3が崩壊するシーンのカタルシスたるや。パート3のこれにちょっと憧れた。なぜかパート3の話題ははぶられ気味。パート1とパート2しか見てないけど、パート3はそんな酷評レベルなのか。面白いよ、ガーランドがナイフで戦うとことか。多分作品レベルで見たら2と大差ないレベルなんだろうけど、いろいろ過去作を台無しにする要素が多いからね3は。パート3はメカがかっこよすぎるわ。ガーランドやオリジナルもいいけど、オレンジハーガンもかっちょよくて好き。パート3は見たことないんだけど、脇役っぽい人がパート2の称号やってた八尾さんなのは、なんか理由あるんだろうか。大人の事情だ、のめ。まあ八尾さんに関しちゃ一応正吾本人も出てくるし、ゆいの中の人も出てるけど、パート3の主題歌好き、内容はちょっとしんどい、視聴後もちょっと引きずった。眠れぬ森の美女の方も好きだったな。主人公がワクワクさんという驚き。正吾の声はやっぱワクワクさん、八尾さんはどうしても受動の声のイメージが、ワクワクさんのパート1は声でなんか人が良さそうな正吾。
パート2は声から浮揚感がある。アイドル、渋谷、バイク型ロボ、当時のアニメーターの青春って感じだね。渋谷を爆走するバイク変形ロボなんてそれだけで俺の中の男の子が黙っちゃいませんよ。バイクは本当にすごいブームだった。僕も16歳になったらバイクに乗るぞ。って思って見ていたけど自分が乗る頃にはブーム終わっていた。鈴木 GS650 をアニメで動かした世界唯一のアニメだっけか。昔はこの前輪が割れて移動するってのがどうしても理解できなくて、後年三輪車と思えばいいんだって納得した思い出。やっぱバイクをロボにするのは無理があるって、そこでこの髪型のハーガンですよ。いや感想するならもう最初からロボでよくない？40年近くロボットのかっこよさで語られるアニメもすごい。そりゃバイクがロボに変形するなんてありがちだけどガーランドの魅力は色あせないもの。変形する時のホン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 みたいな不思議な音が好き。ガーランドは閉所恐怖症の俺には絶対乗れんわ。デザイン地味すぎだろと思ってたけどこれはこれで好きになってきた。プロトよりも EX よりも量産型が一番セクシー。もっと褒めてー。かなり好みのりデザイン。ザーメザウ立体で欲しいけどなかなかな。俺はメガゾーンメカの中では00ハーガンが一番好きだわ。主人公メカ出ても周辺メカが揃えられなくなっていく。メガゾーンは敵が不気味でよかったな。50年先の技術持った敵とか勝てるわけがない。二日酔いでフラフラになりながら早朝の繁華街を歩いてるとあの曲が脳内で流れ始める。秘密くださいは名曲。寂しくて眠れないも良すぎる。語り継がれる作品は主題歌が印象的じゃないとね。鉄のララバイ聴いてください。異能生存体設定上のバーチャルアイドルものとしても先駆的。後々のアニメーション表現の基礎はこれだよね。アイドルの歌をバックに戦闘シーンってマクロスよりこっちが先なのか。良くも悪くも天使の歌姫のソってのが今となっては印象強い。クソゲーと名高い青いガーランドもシナリオは良い。三部作でおそらく誰もが思った、パート1の結末であのまま時が流れたらどうなるか、イブは本当に信用できるのかというのをうまく拾ってるし。またスパロボ出てほしい。スパロボ D のガーランドはめちゃくちゃ強かった。こいつずっと回避する。個人的にはこいつが歴代一の回避壁、13期生の元ネタの一つって聞いて興味出てきた。リメイクと新作どうなったんだろう。まあ今の AIC が作っても全盛期みたいなスタッフ集めるの無理だと思うけど、このまま忘れ去られてしまうのだろうか。とりあえずきっちりとけじめをつけてほしいけど。今一度リメイク家族編とか作られるなら見てみたい。21世紀に夢のあった時代。こんな未来のはずではなかった。しかしインターネットもスマホも美少女プラモもないあの時代に戻りたいか。あと40年進んだら今のインターネット環境が一番良かった時代とか言われたりするのかな。ああ昭和は遠くなりにけり。こういう虚構の日常って題材がむちゃくちゃ好き。実は宇宙船の中でした系の作品に外れなし。